はいどうもこんにちは、ようこそダンススタジオタートボチャンネルへ。ということで本日も私クーニーが、皆様にロックダンス編突入しておりますので、こちらをお届けしたいと思います。はい、結構ねこうテクニカルな部分で技教えてきました。やっぱり技も大事なんですが、止まることももちろん大事ですし、綺麗に動かすとかね、ロックダンスのルールを守ってっていうのはすごく大事なんですが、やっぱりダンスなんで、ファンクミュージックとかね、ディスコでも踊られてましたけど、やっぱりリズムでね、踊られるものなんで、ノリ、これもすごく大事になりますんで、ちょいちょいこう間にね、ノリも挟んでいきたいなということで、アップとか、ね、ダウンとか入れてますが、今日はベビーシッター。これやってみたいと思いますね。ベビーシッターのロックダンスで出てくるノリの中で結構ベーシックによく出てくる動きなので、ロックダンスのベビーシッター、これやってみたいと思います。はい、ということでベビーシッターでございますが、ソウルダンスのベビーシッターに比べるとどちらかというと結構リズム感といいますかね、ちょっとアップダウンの大きい踊りになってます。要は一緒なんでね、一緒やんって言ったら一緒なんですけど、まあロックダンスでよく使う、ベビーシッターのパターンみたいなのがあるんで、これでちょっとねロックダンスのノリをねちょっとマスターしていきたいなと思います。いつも通りしっかり立ってもらうことと、腰ですね、腰っていうのも大事ですし、あとはロックダンス特有のね、どっかをロックしてる、固定してる、安定させてるのに他は乗ってるっていうようなね、見せ方がありまして、これもねこういうところですごく勉強になってた練習になりますので、ぜひこのベビーシッターマスターしてみてください。早速ね、やっていきましょう。はい、はい、ということでね、早速ベビーシッター6バージョンやっていきたいと思います。さあどうしましょうか。でまずは下半身から作っていきましょう。足肩幅ちょい広ですね、いつものスタンスです。はい、土踏まずかかとを意識して耳のラインからまっすぐまず立ってもらいましょうというところですね。はい、準備ができましたらしっかりねお腹の背中を軽くクッと意識してもらって、あとはリラックスでございます。ソウルの、ベビーシッター、こういうふうにちょっとね左に振ってる感じが多かったんですが、これがですねロックダンスの結構ベビーシッター、こういう風にちょっと、飛んだりする人もいるぐらい結構縦乗りがちょっと強くなってくるんですが、やっぱりベーシックの中で一番大事だったらこの腰の動きですね。縦のブレイクダウンね非常に大事ですよっていう風にね、普段はコツでお伝えしてるんですけど、その中のこのお尻と腰のこの動き、これベースになってきます。どちらかというと後ろ乗りなんで、後ろというこのお尻をね、お尻まんじゅうじゃないけど後ろに当てる感じ、これ結構大事になってきますね。これをですね、下から入って下にちょっと座るようにして、座る上って感じで、下で座るとちょっと上に腰掛けるようなイメージで、上でもちょっとお尻を引かないようにしてあげると後ろ乗りが安定してきますからね。この辺結構大事かなと思いますね。はい、いけそうですか。あとは股関節を向かないようにすることによって上半身と下半身つながりやすいですし、足はいつも言ってるこのフレックスですね、ポイントでもいいんですけど、浮かしてる方の足もしっかりロックダンスっぽく足のように意識を持ってやってもらうといいと思いますね。手はね、こういうふうに勝手になってますけど、こんな感じの手が多いですね。ベビーシッター、赤ちゃんのでね、結構巨大ですけどね。このようにね、背中とかポンポン叩いてあげる、お尻のポンポン叩いてあげるようなイメージを、ちょっとリズムに入れながら、トントントン、トントントン、トントントン、トントン、肩入れたりとか、手入れたりとかね、いろいろやりますけどね。はい、こんな感じになりますね。最初の動きからいきますね。よくあるパターンがナイフロックみたいな感じで、タータッ、右とタンタンって左とかしますね。左右でもいいんですけど、でポンポンポンって持つみたいな、タン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 
持つ時に、まあ、足を軽く取りに蹴って、肩を蹴ってもらったりとか、首をね、軽くこっち向いてもらったりとかして、蹴っていきますね。バン、エン、閉じてもいいですよ。バン、エン、ツー、エン、スリー、フォーって感じ。そこから、腰を落として、ゆっくりし、セーフ。はい、あとはこれです。ダウンダウンだけでもいいんですけど、ここでちょっとね、ファンキーさを出すために、ここで腰が前に入って、後ろにって感じ。この動きですね。ダウン、ダウン、ダウン、カッカッ、ダウン、ハッ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 、って感じですね。全部つなげてね。ダウン、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 腰、アッ。こんな感じで移動したりとか、みたいな感じで使いますね。ちょっと横で行ってみましょうかね。せーの、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファー、シー、ワン、エイ、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、フォー、ファー、シー、ワン、ツー、エイ。後ろに行きましょうかね。せーの、さっ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 、はい、はい、足を軽く蹴るだけでいいですよ。パンパンタンタンタンポンパンパンって、まあ蹴り方も置き方もいろいろありますけどね。タンチャンチャンパンでもいいですしね。こんな感じで練習してもらうといいと思いますね。手の動きはね、わりかし簡単に見えるんですが、結構安定しないですね、この手が。なので、空間をしっかり意識して、この空間を意識しながら持つって感じですね。こういう感じですね。あんまりこれがガシャガシャ動き出しすぎるのも、振りが効いてたらね、安定して振りが効いてて、何かこう上げるとかは、いいのかなと思いますけど、基本は本当に赤ちゃんは持ってるんで、ちょっと安定させておく。ちょっとこの辺に何か持ってるイメージを持って、実際ね、赤ちゃん持ってやってもらってもいいぐらいかもしれませんね。この安定感が大事になりますから、ここがあんまりガシャ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 触れすぎないようにね、安定させてください。ここ安定させて、まあ、体のね動きがあるんで、それには自然に忠実にねつなげていけばいいんですけど、あんまりこうブレ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 しすぎると下がもうあんまりどんなリズムを取ればよくわかんない感じになっちゃうんで、まあ、基本は安定させてやるというところまで意識できるともう完璧でございますね。はい、それではちょっと音でやってみましょうかね。
はい、どうでしょうか。非常にね、大事なノリですし、結構立ち位置移動とかでね、使ったりもしますよね。なんかこう安定させておくっていうのは結構ロックダンスっぽい感じね、褒めてるって感じを持ちながら他を柔らかく使うっていうね、結構こういうテクニックよく出てくるんで、これでちょっとその力の入れ方とか感覚をね、掴んでもらうといいんじゃないかなと思いますね。はい、あとは後ろのりしっかり、体のリズムをしっかり入れてやってください。いろんなね、日本人にもロックダンサーおられてね、面白いし、うまいし、ね、かっこいいし、たくさんいるんでね、結構ユニークなこといろいろやってますからね、いろいろ着に注目してね、研究してもらったらいいと思いますね。森の中なんで、まあ、要は最初のこの辺の入りとかは、まあ、こんなのがあるよっていうだけなので、音に合わせて入ればいいと思うんで、まあ、パッ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 とロックダンスっぽいね、小気味感じのパシ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 って言って止まった後とかに、グループね、乗る感じに変わってくる。そこからまたロックダンスっぽい動きに入ってきて、まあ、刻んだりね、動きがあって、また乗りに入っていくみたいなのが結構ね、ロックダンスがあるので、まあ、全部乗ってんだけど、まあ、見せるポイントが違うから、なんかこう体をね、結構固めてやるときと、こういう風にしっかり乗るところのメリハリっていうのも結構ロックダンスの醍醐味の一つかなと思いますのでね、こういう乗りも大事でございます。ぜひ練習してみてください。お尻の付け根とか足の上げ方とかもね、結構ロックダンスによく使うねテクニックが入ってるので、非常に相性がいいんじゃないのかなと思います。はい、ということで、慣れればいろんな方向を歩いてね、ベビーシッターやってみてください。あくまでは一つのパターンでございますが、ロックダンスのベビーシッターでございました。よかったら練習してみてください。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。